はい、ジュラシックチャンネル、よろしくお願いします。今日はですね、第4回のビッグゲストですね、対談を、企画して、やりたいと思います。皆さんご存知の、須山翔太郎選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや結構ね、あんまりじっくり話すことがないので。そうです ね、なかなかこう今日は本当に楽しみにしていきましたし、こう本当に聞き逃しがないように今日がっつり僕もメモってですね、全て聞きたいなと思っています。で今日はまあトレーニングのそういう実技的なところよりもこうやっぱり須山翔太郎というボディービルダーをこう掘り下げて、まずはね、皆さんにお伝えしたいな、そこをね、お伝えしたいなと思いますので、よろしくお願いします。結構須山選手は個性的というか、なんか僕の中ではちょっとこう生きてきた道がちょっとこう自分とは全く違うなっていうのをすごく昔から感じてて、まあこうまだボディビル始める前のこう結構その辺も皆さん面白いと話が聞けるかなと思うんですけど、子供の頃ってどういう感じでしたか？子供の頃、そうですね、まあ、結構昔からやっぱ運動が好きな感じで元気でわんぱくな感じだったと思いますね。なんか結構ピアノとか。そうですね、うちの母がピアノをやってたので、まあ周りの近所の子たちにまあ教えてたりしたんですけど、まあそれの影響ですかね。はい、まあ小中と部活とかは。部活はもう小学校2年生からずっとサッカーやってて、それが中学校の終わりまでですかね。小学校4、5年生、4年生ぐらいから野球もちょっとやったり、まあスイミングスクールも行ってたり、まあ他にも習い事はスポーツ系に限らず、なんかかなりいろいろやらせてもらってました。ずっと東京で。東京で。高校時代は。高校時代はもうすでにボディービル始めてたので。そうなんですね。高校行って、帰ってもジムっていう毎日でしたね。当時はどういうジムに？当時は、町の、まあ、いわゆるフィットネスクラブに入って、まあ、そこのフィットネスクラブのマネージャーがちょっとウェイトトレーニング好きなマネージャーで、まあ、スタジオがあったんですけど、そこをもうフリーウェイトゾーンに全部変えてしまってっていう、まあ、その辺りの町のジムではかなり本格的なフリーウェイトがいろいろ揃ってて、はい、でまあそうすると周りのこうトレーニング愛好家も自然と集まってくるようなところだったんで、結構いろんな方がトレーニングされてましたね。まあ高校からジムに行きだしたって、それも何かきっかけがあってですか？中学校、まあ、サッカー引退した時に、まあ、まだこう力が有り余っているというか、まあ体を動かしたい衝動があったのか、まあサッカー部の連中でトレーニング部っていうのが作られてたんで、そこに遊びに行くようになったんですけど、それが理科の先生が、トレーニング好きの理科の先生がいて、理科室を改造してウェイトトレーニング部を作ってたんですね。でそこにみんなで通うようになったのが初めですかね。でまあ、卒業までの数ヶ月間で、まあ、ベンチプレスだけずっとやってて、はいはい、80キロ上げるっていうのが目標で、はいはい、で結局最後までやってたのは僕一人だったっていう感じですけどね。あ、はい、まあ、じゃああれですね、始めた年齢って言うと僕とほとんど一緒ぐらいですね。15、16ぐらいですね、うん、ジム行き出したのが16で、もうそこからずっとやって、今、ちなみに何歳ですか？今39になりましたね。なったばっかですか？まあなったばっかですね、9月だったんで、はいはいはい、じゃあ最後の30代の1年。そうですね。なるほどね。ボディビルの大会に出ようと思ったのは、それからどれぐらい経ってからですか？もうその理科室でトレーニングしてる時に、理科の先生と将来ボディビルでオリンピックに出るっていう目標を立てたんで、もうすでにその時には始まってましたね。ああすごいですね。じゃあもうその理科の先生との約束で。そうですね。ボディビルを始める。その先生はビルダーではないんですよね。ビルダーではないんですけど、トレーニングかなり好きな方で、確か中野ヘルスクラブとかにもちょこちょこ行ってたような先生でした。まあ、かなりこうインパクトのある先生で、白衣の下はこう逆三角形の
ピチピチの T シャツ着て学校にはアストロ乗ってくるような、なんかいかつい理科の先生で、津山、今日もやんのかみたいな、ちょっとそういう系の先生、そういう系のあごひげがしみたいな。大会初めて出たのが、大会初めて出たのが17歳の、東京ジュニア。17で出てるんですか。17で出てますね。だから2年後にはもう出てます。まあでも18になる手前だったんで、まあ、間違いなく当時日本最年少ですよね。でしたかね、ジュニアの17歳だったんで。その頃って選手何人ぐらい出てました。ジュニア選手、東京ジュニア2人しか出てないですよね、うん、僕もね、やっぱり始めた頃って本当そもそもジュニアの選手なんかいないので、うん、日本ジュニア行っても本当数人とか、時代でしたね。その1ヶ月後のミスター日本ジュニアで9人ぐらいでしたかね。今の日本ジュニアですよね。今の日本ジュニアですね、うん、もうその頃からでもオリンピックを目指すっていうことは、まあジュニアは一応出てるけど、もっともっと先の、そうですね、もちろん見据えてやってたわけですよね、うんうん、やっぱりアスリートになりたいっていう、こう強い意志があったので、はい、そうですね、目標を15の時に全部書き出して、はい、10年分ぐらいですかね、はい、書き出してそこに向かっていったっていう感じですね。東京選手権優勝したのがが22歳ですかね。確かその前ですかね、留学。留学その後ですね。あ、その後ですね。東京選手権取って翌年ですかね、から留学。東京選手権取るまでは、順調な予定通りでしょうか、自分のその10年間の計画の中で。まあそうですね、まあジュニア、日本ジュニア優勝して、まあ、その2年後、まだ20歳だったんで、ジュニアのアジアに出ようと思ったんですけど、はいはいはい、その年派遣しないっていうことで、はいはい、でも途中までもう減量始めてちゃったんで、はいはい、急遽東京クラス別で出ることになって、ああ、はいはい、まあ、それは3位だったんですけど、はいはい、ちょっとそれは計画にはなかったですけど、まあ、一般の部の初出場の大会がっていう感じですね。でも東京選手権は、22で、22で、はい、最年少記録、当時は最年少、その当時の最年少記録でした、ね。それを破ったのが相澤君ですかね。そうですね、だから15年ぶり以上ですかね、はいはい、22でと。まあ、当時僕らすごいのが出てきたなと、もうね、結構騒ぎましたね。でまあ、そっからやっぱり須山君のすごいところっていうのはやっぱりこのこれがすごかったですよね。当時本当に初めて月刊ボディービルディングで吉田の兄貴が確か特集か何かでインタビューに、初めてのインタビューは、ベンさんですかね、編集長、はい、当時、ね、どうでしたか、結構何言ってたか覚えてますか。大体覚えてますね。どんなこと言って、世界一になるってとりあえず言ってましたね、はい、日本なんてもう眼中にないっていう、日本はもう通過点っていう感じで言ってましたよね、多分、はいはいはい、もうそれを聞いて僕らはもう、まあちょっとね、まあちょっとこうやっぱりこうっていうのもありましたけど、まあでもそういう限りにはすごいな。あとやっぱりでかい会社スポンサーにつけたいとか、はいはい、そういう発言もしてたし、ボディービルで生きていこうと思ってたんで、はい、まあ、ボディービルで稼ぐっていうつもりだったんで、はいはい、まあ、そういう発言もあったかなと思います、はいはい、ただまあなんていうんですかね、意外に俯瞰してて、うん、実は結構パフォーマンスで半分は言ってるところがあって、まあ、ビッグマウスは取られますけど、まあ、そういうこと言ってるやつがいて面白いだろうと、うん、若いし、はいはい、まあ、っていうなんかこうちょっとエンターテインメントの一つとして言ってたところはありますね。じゃあちょっと計算したところです、ね、そうですね、まあ、実際に本当に思ってたところもありますし、当初の予定だとその日本選手権というのは、何歳で取るという、26ですかね。もう留学行くとこまでも決めてて、はい、帰ってきて日本選手権出て優勝するっていうのが、まあ、一通りのプランだったんで。留学は、何か目的があって、留学は、まあ、一応、まあ、人生経験っていうのが、はい、大きなとこだったんですけど、はい、やっぱり将来自分が世界選手権とか
行くことを見据えてたんで、やっぱり英語は喋れた方がいいだろうっていう、世界選手権行った時に英語を使えた方がもちろんいいだろうっていうのはありましたし、まあ、あと環境を変えて武者修行的な、じゃあもうメインはやっぱトレーニングで、そうですね、まあ人生の経験全般と、まあ、トレーニングと、まあね、今だから言えますけどね、あの当時はね僕らはあの留学してなんか怪しいぞあいつみたいな結構噂はありましたよね。そうですね、ありましたね。でもで帰ってきて日本選手権出るんだみたいな、うん、なんかやっぱりみんなが言うんですよね、そうやってね海外行くってなると。まあでもあの、まあ、その辺の話も後からしたいなと思うんですけど、まあ、それで帰ってきて日本選手権、初めて出て、結構あれでしたよね、応援団が僕同じステージに立ってて、ね、ちょっともう威圧感を感じるぐらいの大応援団でしたよね、あの時。おそらく100人近くは来てくれてたと思います、ね、でなんか自分で、自分で冊子作って、冊子作ってボディビルっていうのは、まあ、ほとんど来てくれる人が素人だったんで、ボディビルはこういうもんだよっていう、僕は今これからこういうことにチャレンジするとか、周りにこういう選手がいてとかっていうのを、まあ、一通り応援来てくれる人には冊子を作って配って、まあ、分かりやすいようにしたっていうのはありますね。で、初出場が、結果は9位ですかね。もちろんその年は優勝狙い、もう優勝狙ってました。どうでしたか、はい、まだその時は、はい、終わってからもおかしいなみたいな、うん、まだいけるはずなんだけどなみたいな感じがまだありましたね、うん、まだ本当に多分日本選手権のレベルを本当の意味では分かってなかったかなっていうところがあります、うん、僕が出だした時もそうでした、ね、うん、僕はまあこうやって言わないですけど、うん、やっぱりあれってなんかこんなんじゃないんじゃないかなと思ってましたもんね、うん、なるほどね。まあ15歳からトレーニングをやってて、うん、まあ、年代ごとにいろんなトレーニングをやってきたと思うんですけど、まあ、10代、20代、30代でまずこうやっぱりトレーニングを始めた頃っていうのは、どんな感じでしたか。町のジムに通い始めてまだ上半身しかやってなかったんですね、うん、でまあもちろん下半身もやんなきゃいけないってことで下半身も始めて、まあ、かなりボリュームは多めのトレーニングだったような気がしますね、うん、ベンチプレスだけでやっぱ10セット以上とかでやってたような気がします。1日のトータルトレーニング時間だったら3時間とか覚えてないんですけど、まあ、2時間以上は確実にやってましたし、まあ、3時間近くなる時もあったと思いますね、うん、はい、まあどうでした、その頃はもう僕らなんて本当に情報が全くないし、うん、もうなんか当たり前のように追い込んで、うん、当たり前のようにボリュームもやって、うん、当たり前のように重量を求めてっていう時代だったと思うんですけど、うん、そこはやっぱり同じような。そうですね、まあ僕ちょっとまあ運がいいというか、まあ、そのジムにあの元ミスター東京の山田慎吾郎さんですね、はいはい、まあ、ミスター日本でも10位ぐらいになってる方ですけど、はいはい、まあ、すぐ目つけていただいて、はい、もう16ぐらいの時には仲良くなって、うん、まあ、ちょこちょこジムで会えばトレーニング、うん、指導してもらったり食事の取り方を教えてもらったりしたので、まあ、かなり早い段階で、まあ、的を得たというか、まあ、それなりのトレーニングはできてたのかなと思います、まあ、ただほとんどの時間は一人でトレーニングしてたんで、まあ、フォームとか、まあ、理論とか、まあ、解剖学とかそういう知識もないですし、まあ、まだまだがむしゃらでしたね。そうですね、うん、まあ、とにかく追い込んでボリュームもやって体が良くするままに、はいはいはい、って感じですよね、はい、もう気が済むまで気が済むまでっていう感じですかね、うん、まあ、その辺僕とそっくりですね、うん、もう、疲れるとか、うん、その考えることもなく、ね、そうですね、やればやるだけ筋肉つくんじゃないかっていうような多分感覚だとは思うんですけど、うん、その頃栄養とかはどうでした。まあでも結構それなりに基本的な食事してたような気がしますね。もう高タンパク、うん、低脂肪、はい、炭水化物もしっかりとってましたし、うん、そうですね、はい、じゃあサプリメントなんかも、もう結構サプリメントも結構早めに飲み出してたのかなと思いますね、うん、じゃあまあメジャーなプロテインとかそういうものはもう、そうですね、プロテインもとってましたし、多分おそらく
あれは10代だったと思うんですけど、もうその時点で僕ホエイペプチドとか飲んでましたから、ね、あ、本当ですか。僕、まあ、雑誌とある、まあ、雑誌でペプチドの吸収がいいっていうことを知って、はい、その当時多分1社、はい、1つしか出てなかったと思うんですけど、はい、それをやっぱり飲んでましたね。これがいいんだなって自分でなんか考えて、だからその当時ホエイペプチドで飲んでたのはかなり早かったかなと思いますね20年ぐらい前ですからね。そうですね。まあ、デビュー当時のこうトレーニングの、まあ、映像はなかなかないかもしれないですけど、こう雑誌なんかで見る情報だとやっぱりパワーも相当ありましたよね。パワー、まあ足はそんな強くはないんですけど、うん、まあ上半身に関して言えばかなりパワーはあったかなと思います、ね。ベンチが足上げで結構やってましたね。足の上、足上げて、まあ、200一発っていうのが最高で、はい、まあ、10発だと170とか上げてます ね、 すごいですね。足上げてですかね。まあ、ちょっとお尻浮かしてますけど、ね、バーベルカールも100キロぐらいやってましたもんね。バーベルカールもまあそうですね、90とかぐらいはやってました ね、 ね、なかなかのパワーですよ ね、 すね。で、まあ、その頃怪我とかはなかったですか。怪我はまだ若かったんで、そんなにひどい怪我はなかったと思いますね。ただ、腰は悪かったですね、最初から。うん、20代、前半まではまあそんなトレーニングですかね。そうですね、大体。だんだんちょっとなんか僕から見てると、トレーニングもだいぶこう、ね、時代とともにシフトチェンジしてきた。結構極端に瀬山選手の場合は。変わってきたのかなっていうなんか感覚があるんですけど、おそらく初めて日本選手権出る26ぐらいまでは多分ぶっ通しで同じようなスタイルでやったんですけど、まあ日本に帰ってきてからまあトレーナー始めたんで、やっぱ知識がすごい入ったっていうのもありますし、それでまあいろんなことを試すようになったっていうのはありますね。それでかなり変化した部分はあったかもしれないですね。まあ、やってきたトレーニングでいうとどういうなんか感じがありますか。こう、その重量を求めた時代からその後っていうのは。そうですね、まあやっぱ日本選手権1回2回ぐらい出て質感がってすごい言われるようになって、うん、これはどうしたら自分の質感が変わるんだろうってことでやっぱかなり悩んで、うん、まあ、その原因がトレーニングにあるんじゃないかとか、まあ、減量にあるんじゃないかとかっていうのを模索してたんで、うん、かなりなんかこうあんまり自分らしくないトレーニングをいろいろやったような記憶はありますね。まあ、見てる皆さん質感というとちょっと難しいと思うんですけど、まあ、絞った時に瀬山選手の場合はちょっとこう甘く見えるタイプなんですよね。で、まあ、筋肉のこう密度感とかそういうちょっとこうところが若干他の選手に劣ってるっていう評価があって、多分ね、バルクだけじゃ、勝負できないとかっていう考えがだんだん出てきたんじゃないかっていうところですよね。はい、まあということはだんだんやっぱりこうトレーニングも重量じゃなくて、まあ、ストレッチさせたりだとか収縮させたりだとか、そういう感覚のところを結構そこから先はだいぶ研究しだしたって感じですか。そうですね。まあ筋質の話になると、うん、まあ、和製フレックスウィラーっていうぐらいこう筋肉が柔らかいイメージはあるんですけど、まあ、横川選手とね結構似てるような、こう僕からステージで見てると筋質だなと思うんですけど、この筋質についてちょっとこう自分でなんかちょっと分析してほしいんですか。その瀬山翔太郎の筋肉の。そうですね、まあ基本的にまあ昔からまあ持ち肌というか、いわゆる要は水分量が多いんですよね、皮下に、はいはい、なんで、まあ、これかなり遺伝的なものが強いのかなっていうのがあるん で、 でそれをどうこうしていじろうとすると、まあ、自分のメリットが潰されて、まあ、あんまりいい結果にはならないっていうのが、まあ、やってきた中では思うことで、うん、まあかなり絞って食事も絞って変化するかなとかっていろいろ試してみたんですけど、まあ、結局はそんなに質感は変わらずボリュームがダウンするだけっていう、
まあ、逆に言うとボリュームがダウンするんで、下からの押し込みが弱くなって余計まあ甘く見えるじゃないですけど、まあ大したことないんですよね。だからやっぱり僕みたいなタイプはやっぱり爆発的に下から盛り上げて皮膚をこう押し込んで薄く見せた方がよりよく見えるっていう、結局はそういうところだったと思うんですけど、まあ当時あまりそこまで分析しきれなくてなかったし、やっぱり自分でいろいろ試したいっていうのもあったんで、まあ、かなり数年間は路頭に迷ったというか。あ、そうですね、うん、僕はずっとその時代を結構ねステージ上で間近で見てきたんで、うん、分かりますけど、うん、まあ要はだからこう皮一枚を目指していろいろ取り組んだけど、うん、まあ、自分はそういうタイプではないなっていう見切りをつけたっていう、そうですね、そこまでにまあ何年か時間を要してっていうところですかね、はい、うん、日本選手権で出した頃って結構1年おきに大会出てなかったんですか？そうですね、2007年に出て次出たのが2009年ですね、はい、まあ、それも計画的に、はい、まあ、わざと1年休んでっていう感じだったんですけど、はい、その1年だけですか？そこの2回、そこだけですね、そこからはもうずっと出てますね。はい、その前が1年ずつですね、ジュニア1年上げてと、クラスベース1年上げてと、ミスター東京と、まあ、これはやっぱりあれですか、バルクアップのためにっていう、もうそれも全部計画でしたね。減量を毎年しない、はい、あんまり減量若いうちはたくさん挟まないっていう、はい、まあ、計画通りですね、はい、あの初めて日本選手権出た時の体重って何キロでした？ですね、80キロ超えてましたね。ですね、81ぐらいあったかもしれないですね。僕と一緒ぐらいですもんね、はい、で背がね一緒 で、ね、いつも横に並んでるんで、そうですね、まあ、81キロで、それがね面白い話がこうだん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 どんどん体重が仕上がり体重が要は落ちて、まあ、減ってってこう、そうですね、一番落ちた時何キロで出てました日本選手権？一番落ちた時はもう完全に失敗の年なんですけど72キロっていうのに72キロ、もうあれはもう完全にあの10キロ落ちた10キロ、完全にまあ病的な減量というか精神的にやられちゃってたんで、ですか、はい、なんかあの M サイズが全部入るようになったって言ってましたもんね、大会当時。そうですね、 S も入るぐらいの感じでしたよねまあ骨格的にもともとちっちゃいのもあるんですけど、あれはもう大失敗の年でしたね、メンタルがやられてましたね。もうそれも減量で、それもやっぱりもう常にこう、うん、皮膚感皮膚感ってこう言われ続けた末の結末ですね。なるほど慣れの果てがもうそれです、まあ、それでちょっともう、もうちょっともう嫌気がさして、もうこれやばいなっていう感じですかね。で、今が何キロぐらいですか大体？今が77くらいですかね。だからまあ前世紀、体重でいう前世紀よりもマイナス、まあ、4、5キロの感じですかね、うん、今は。これでもやっぱりこうなんか仕上がり体重ってやっぱりこう落ちていくのは寂しいとは思うんですけど、寂しいですね、残したいっていうのは絶対ね誰でもあると思うんですけど、うん、やっぱりこう須山選手の場合は仕上がり体重が落ちていくことに順位がついてきたっていうのがすごくあると思うんですけど、これがやっぱりまあ自分の持ち味を生かせる今がベストな体重っていう感じですかね、うん、まあなんかあと年取るごとにだんだんこう余計なものが落ちてってるような感じはありますかね、うんうん、まあ昔81で出たって言ってもかなり甘かったんで、あ、まあそもそも甘かったっていうのもありますし、だんだんやっぱり年とともに水分の抜けがいいというかですね、まああとは単純にこう胃腸が弱くなって食べれなくなったっていうのがありますね。今もやっぱりオフは80キロ以上に乗せたいと思ってるんですけど、やっぱり食べれないんですよね体調悪くなっちゃうんで食べると。若い頃はマックス何キロまでいったんですか？若い時は最高で88ぐらいまで。それでもそんなもん、それでもそんなもんなんですよ。もともとやっぱり太る、もともとやっぱりそんなに得意じゃない。そうですね、食が細いですか、ね、うん、でしょうね。他のビルダーさんから比べるとかなりマックスで食べて、はい、鶏肉1日800、うん、米1日1400、うん、これがマックスですね。でプロテイン1、2回って、はい、これもそんなに続かなかったですね。無理してその無理してこの
はい、普通にそのぐらい食べる人いくらでもいるじゃないですか。いますね。もう余裕ですね。ですよね、若い頃のトレーニングで、もうがむしゃらに、量も求め、ボリューム、それから重量、追い込み、全部こうね、何も考えずに時代をこう過ごしてきた、まあ、僕もそうですけど、まあ、前僕の清山選手と一回インスタライブをやったことがあるんですけど、その時は面白かったのが、なんかオーバーワークに関する質問かなんかあったんですかね、トレーニング追い込みすぎだとかそういう質問に、その時に清山選手どう思いますかって言ったら10年早いって言ったんですよね。どうですか、こう最近やっぱりこうなんか理論がいっぱいあって、うん、あんまり追い込まない方がいいんじゃないかとか、うん、ボリュームもあんまりやんない方がいいんじゃないかとか、うん、あとすごいオーバーワークで筋肉がついてない人が多いとかっていう理論多いと思うんですけど、うん、その辺どう思いますか。うん、そうですね、まあ、すごい追い込んでる人が言うんだったらいいんですけど、まず追い込めてない人がかなり多いっていうところですよね。だから追い込みすぎを気にしている場合じゃないよっていうレベルの人が多いかなっていうのは正直思いますね。そうですね、これは僕もね、よく言うんですけどね、やっぱり筋肉が発達しない理由を探る前に、まずそもそもトレーニングのレベルがまず低い、うん、それは当たり前じゃないですか、筋肉つかないので、うんうん、だからそこをやっぱりこう気づいてほしいなっていう時代ですかね、やっぱりこう、うん、トレーニング人口が増えて情報もいっぱいある中で、なかなか筋肉がつかないっていう人が、あ、自分ってなんかちょっとやりすぎてるのかなって思っちゃうとか、ちょっとこうなんか寂しいなっていうふうに、うん、ちょっと残念だな、うん、もったいないなっていうふうに思うんですけどね、うん、でなんか僕らなんかがこうやってやっぱボリュームだとか重量求めたり、ね、がっつり追い込んでっていうのを動画なんかで見せると、こういやいやこんなん真似できないよっていう、なんかこうなんかちょっとこう無理無理こんなってなっちゃう方も多いと思うんですけど、どうですかそういうのは。そうですね、まあその本人がどこまで目指してるかにも言いますけど、うん、まあもちろんなんだろう、まとえてない無駄なトレーニングで体力を消耗するとか、うん、そういうのはまあなるべく避けた方がいいとは思うんですけどね。やっぱり筋肉が発達するにはそれなりのね、追い込みが、追い込みとやっぱ努力がないと発達しないっていうのはあるんで、やっぱり覚悟はちょっと足りないのかなっていうふうに思いますよね。競技者ならやっぱなおさらですよね。まあまさにそうですよね。例えばでも、例えば選手が1時間トレーニングします、一般の方が1時間トレーニングします、でもやっぱり筋肉つけたいんだったら一般の方であろうと、なんかこうね、それも同じ1時間を適当にやるのか、覚悟決めてやるのかっていうので、運動の差ができるわけじゃないですか、体作りって。なんかそこのやっぱりこうスイッチをこうできれば入れてほしいなっていうふうに思うんですけどね。それはありますね。あ、まあじゃあやっぱりこうある程度のやっぱ精神力とか、そういうところっていうのは大事という。まあ精神力とかもやっぱりいきなりついてるものではないと思うんで、精神力も徐々に育ててってほしいと思うんですよね、トレーニングと同じように、はい、やっぱそこら辺のコンディショニングも大事かなと思いますね、フィジカル面じゃなくてメンタル的なコンディショニングっていうんですかね、はい、まあどうですか瀬山選手なんかはこう、なんかテンション下がってる時とか、まあ、モチベーションって言えばモチベーションなんですか、なんか上がんない時とかっていうのはトレーニングに影響出ますか。そうですね、僕結構多分テンションの波が激しいと思うんで、うん、結構もうしょっちゅうもうやりたくないとかって、はいはいはい、結構思ってるんですよね。多分僕の場合って多分他の選手とは違うかもしれないんですけど、いい体になりたいっていうよりかは、やっぱ僕結果を結構求めてきたタイプなんで、順位を求めてきたというか、やっぱそういう意味ではたまに楽しくなくなる時があるんですよ。ただいい体になりたいっていうのだけでトレーニングしてないんで、
まあでもやっぱり、まあ根っからのなんだろう、引きの悪さというか、諦めの悪さがあるんで、まあだし、まあこれしかやってきてないんで、まあ結局これしかないんで、まあやるしかないんですけど、いいね、三つはね、三つさんがいつも言ってますけど、最後に勝つのは諦めなかった人だってね、いつも言いますけど、まあまさに本当そうですね。例えば JBBF の選手ってね、日本選手権どうですか、もう僕だと16年出てますけど、うん、毎年なんかほとんどがやっぱり悔しい思いじゃないですか。そうですね、本当にチャンピオンになる人って1人しかいないですよね、うん、日本に、日本選手権でいうと、しかも数年に1人とかっていうレベルですからね。で1回勝っちゃうともうね、結構安定してっていうところで、下から来る人間にもこう来られれば、自分はなんかなかなか勝てないようで、結構みんなこうすごいこういろんな思いの中でやってるんですけど、そのこう図太さというか、うん、こう執着心というか、うん、負けず嫌いな気持ちというかね、うん、ひょっとしたらもう一回やったら何かいいことあるんじゃないか、そうですね、勝てるんじゃないかっていう気持ちがやっぱ原点だと思うんですけどね、うん、やっぱ諦めてないですよね、どっかで、うん、諦められないですよね、まだ、うん、なんか僕も思いますけど、こういつか満足できるのかなって。そうですね、まだまだそんな気はないですよね、うん、なんかやっぱりこんだけやっててすっごいこれ効くじゃんとかっていうのが出てくるんですよね、うん、すっごい反応いいじゃんとかっていう、そういう新しい発見が毎年あるから、はいはいはい、まだ変われるんじゃないかっていう、こう、はいはい、そうですね、のが毎年ですよね、うん、やっぱそれは自分たちがやっぱり常にこう進化しようとしてる心がけの証拠でもあるのかなと思いますけどね、うん、だからまあやっぱりこう JB のトップ選手なんかはもちろんトレーニングもちょっとやっぱり、ね、人の目外れたことやりますけど、そういうなんかこう、うん、諦めない気持ちっていうのがより強い人たちの結局集まりなのかな、うん、いや、やっぱりそうだと思いますね、根本はやっぱ覚悟の大きさが違うんだなって思いますね、うんうん、まあ、本当に強盗さんなんか見てるとね、そうです ねどんな大怪我してもまた出てきますしね、うん、尊敬しかないですね。後藤さんは結構ね、津山選手も仲いいですし、そうですね、いろいろアドバイスももらったりしてますしね。やっぱすごいですよね。やっぱこの、30年ぐらいですかね。この30年ぐらいでやっぱ5、6人しかチャンピオンになれないわけじゃないですか。そうですよね。大変ですよね。やっぱりチャンピオンになるっていうのは。でもやっぱりその、一番その思いを分かってるのは津山選手だと思うんですけど、日本選手権、2位に何回やってますか。2位2回ですね。3位が2回、はい、やっぱりこうあれですよね、去年、去年は中止でしたね。一昨年、東京ですね、東京、その前の年ですかね、はい、うん、確かに大阪の大会終わって帰り一緒にタクシーで移動しましたよね。あ、そうでしたね、ゴールドジムの、はいはいはい、梅田とかパーティーにね、うん、パーティーですね、あの帰りの中で話した時にもう次は俺の番だなっていうすごい意気込みがあったんですけど、そこにまあね、人生の横川君がパッと来てどうですか、気持ち的にはそのもう今年こそは俺の年なんていうのはあったと思うんですけど、あの去年、一昨年ですかね、僕と横川君と須山選手で、ね、青いパンツで3人、うん、すごいちょっと印象的だったと思うんですけど、そうですね、あの年はどうですか、意気込みは。あの年はですね、正直言って俺が勝つっていうふうには思ってなかったです、ね、あ、そうですか、はい、うん、俺の番だとは思ってなかった。あ、そうなんですね、うん、まあ彼がすごいのはよく分かってたんで、はい、まあその前の年もまあ、彼に負けて僕3位になってるんで、ああ、はいはいはい、まあ、下から伸びてきて勢いのある、はいはい、まあね、選手だったんで、はいはい、でもまあ、意地は見せたいなっていうのはありましたけどね、うんうん、だから、なんだろう、そうですね、あんまりこういうこと言っちゃいけないかもしれないですけど、結構気持ち的には
楽だったというか、うん、なんか僕が追っかけてきた背中がいなくなった、うん、まあ、鈴木さんがいなくなって、はい、ゴートさん、まあ、田代さんも、まあ、その前の年に大会であの、うん、上強く選手の上行って勝たせてもらって、はいはいはい、で2019年は僕が追ってた背中が誰も いなくなってしまった状況で、うんうん、で下から若い横川くんが出てきて、なんか純粋になんかこうあまり順位を気にせずに楽な気持ちで大会に出たなっていう記憶はありますね、うんうん、まあ、でも楽には勝たせないぞっていう意地ですよね。そうですね、うん、なるほどね、面白いですねまあ長年大会に出てるからこそ抱けるこう気持ちというか、うん、思いというかですよね。まあ、瀬山選手結構怪我いろいろやってると思うんですけど。怪我、そうですね、あの、うん、ひどかったのはあれですか、やっぱりあの足の裏。そうですね、足底筋膜炎あれはいつだったの、2015年ぐらいですかね。アジア選手権のオファーが2ヶ月切ったぐらいの状況で来て、それで8キロ9キロぐらい落とさないといけなくて、猛烈な有酸素を傾斜かけてやってたんですけど、はい、それで足底筋膜炎になってしまって、はいはい、もうそこからしばらく数年、もうほんと3年とか、それ以上ずっと引きずってて、なんかもう足もエクステンションと自重のスクワットぐらいしか、もうそうですね、エクステンションとシッシぐらいで、もうプレス系はほとんどもうできなくなって、うん、もうほんと日常立ってるのですごい痛い状態なんで、うん、そうですね、それでプレス系は封印しちゃいましたね、うん、まあ、デッドリフトとかもですよね、はい、じゃあ高重量持つものは封印せざるを得ない、うん、じゃあもうほぼエクステンションでもうしのいでレッグカールと、そうですね、うん、やっぱり足のボリュームはやっぱり落ちましたか、その時。意外とですね、まあもちろん実寸で測ったら落ちてるんですけど、意外と見た感じではそこまでバレてないって言ったらおかしいですけど、まあ、それなりに追い込めてはいたので、うん、はい、まあ、エクステンションをやり込んだそういう良さも出たっていう、ね、そうですね、エクステンションやり込んだ後に、まあ、シッシーで最後締めてたんですけど、はいはいはい、まあ、そのシッシーの効かせ方とかもまた改めて工夫が生まれましたし、意外となんとか持ったかな。シッシーは自重で、シッシー自重ですね。すごいですね、はい、自重トレでこの足を。もう今はだいぶもう今は結構痛みが取れてきて、はい、実は去年ぐらいからプレスを開始しまして、はいはい、レッグプレスもスクワットもデッドリフトも今ある程度の重量でできるようになってますね。まだ完治ではないですか。いや、もうほぼほぼ完治はしてると思います。まあマッサージとかは欠かさないですけどね、はい、足底筋膜炎で僕もなったことあるんですけど、本当に何すかね、あれいきなり来ますしね。朝起きてこう床に足つけるとこう下から針で刺されてるようなビリッ僕の場合は朝一がそれでちょっと歩けばもう治ったんですね。そうですね、はい、もう一日中痛かったんですよ、それは。もう鈍痛みたいなのがずっとっていう感じですかね、はい、電車の中でずっと立ってるのもきついですし、常にこう足バタバタさせながらっていうか、人間に足の裏やられると一番ダメージあるかなと思いますね。スタンディングの種目がそうなんですよ、ね、重さが持てないっていうね、はい、持つともう次の日もすごい痛みになっちゃうんで、あ、はいはい、まあ、それ以外はまあ、まあ、一通り多分細かないろんな怪我っていうのは、うん、そうです ね、まあ、肩やったり肘やったりとか、まあ、この辺はもう僕ら当たり前だと思うんですけど、まあ、なんかこうどうですか、そうこう肘をごめんなさい、怪我をしない工夫というか、うん、なんか普段トレーニングの中で気をつけている。そうですね、まあ、昔から若い時から思ってたのはやっぱり切り返しの部分のテンポというかクッションというかリズムというか、その辺はかなり大事にしてますかね。まあ、まあ、口で言うのはちょっと難しいですけど。そうですね、これはね、僕らだと分かるんですけど、例えばスクワットなんかでも中途半端で切り返すと膝痛いんですよね。痛いんですよね。しっかりしゃがんじゃった方が痛くないんですよね。だからそこの筋肉に乗っかってるところから返すっていうのがやっぱり、うん、多分行き着くところだと思うんですけど、そうですね、
切り返してやっぱり結構関節でブレーキかけちゃうところがあるんで、そうですね、はい、あれが結構あの原因の一つかなってなりますね。だから須山選手はトレーニング結構こう結構早い動きでテンポよく、そうですね、バウンドさせるようなそうです、ね、リズミカルなというか伸びのあるようなトレーニングは昔は心がけてましたね。それは何かこう理由というか、そうですね、僕の中ではあまりこうレンジが短いというか、うん、まあ、そういう止めるような、うん、コンセントレーションするようなトレーニングを若い頃からしてると、うん、筋質が固まりやすいんじゃないかっていう、こう漠然とした考えがあって、あと、まあ、筋肉の伸びしろっていうんですかね、はいはいはい、っていうのが潰されてしまうんじゃないかっていうのがあったんで、伸びを殺さずバルクアップをしていくようなっていうイメージでしたね、うん、若い頃。前なんか昔話した時に、トレーニングって基本ストレッチじゃないですかっていうような、うん、なんか発言を僕に聞いた時に、うん、なんかまさにそうなのかな、うん、そういう感覚で、そうですね、すっごい負荷がかかってるストレッチみたいなイメージですかね。ってことは、まあトレーニングをやると体が柔らかくなるような、だん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 後半に向けてどんどんこう、それはありますね、はい、うん、トレーニングの中でこう、まあ須山選手のどうですか、こうなんか僕面白いなと思うのが、バックステージにいると案外なんかぼーっとしてるんですよね、出番前なのに。パンプしないのって言ったら、いやもうパンプしすぎちゃってって言うんですけどね、よく。パンプはやっぱしやすいですか？パンプはかなりしやすい方かなと思いますね、うん、普段のトレーニングでも。もうそうですね、まあ、昔はですね、最近ちょっとパンプしないですか？パンプしにくくなってきてるんですよね、やっぱり年だなと思うんですけど、その辺やっぱちょっとね、まあ、食い物が足らないっていうのも単純にあると思うんですけど、昔に比べてやっぱり多分補充できてるグリコーゲン量がだいぶ違うと思うんですよ、空量が違うんで単純になんかベンチプレスとかがすっごい効かなくなってきましたね、最近の悩みですね。だベンチ最近やんなくなっちゃいましたね。僕もやっぱりね、腕トレすると若い時なんて二頭三頭パンプすると4センチぐらい太くなってたんですよ、うん、それがやっぱり今だと2センチもいかないかなっていうぐらいな感じになってきました ね、 ね、やっぱその辺がちょっとこう寂しいなっていうね。コールドの時の実践は変わんないですか？コールドの時は、変わんないですね、うん、はいはい、じゃあパンプが単純に2センチぐらいしなくなってる、ね、しなくなってる感じですよね、うん、やっぱりいろいろ生産できなくなってるんでしょう ね、 うね、体内で。僕の場合はやっぱり食事は別に、食べる量が落ちてないんで、うん、栄養系のことじゃなくてやっぱ筋質的なことなのかなっていうふうに思いますけどね、うんうん、なんでなんか絞るごとに毎年こうなんかちょっとギスギスしてきたというか、うんうん、昔みたいにちょっとこう丸みが出なくなってきたっていう感覚はありますけどね、うん、なんか須山選手なんかあれですよね、三頭筋のあのストリエーションっていうのは本当独特で、三頭筋のストリエーションはかなり入りますね。あれなんですか、三頭筋、収縮させてないのに広がりますよね、外に。例えばこうした時のこのこっちに飛び出ますよねあれ足を要は離す、外側に張らしてるような感覚で外に膨らんでるんですかね。うん、ありますね、うん、収縮してないのにこう、うん、太くなってるって感じですよね、うん、こう見てると。ダブルバイとかだとやっぱ上下に離すような力の入れ方しますよね。こういう風に下に伸びるような感覚ですよね、はいはい、うん、すごいなと。やっぱりあれはね、マッスルコントロールもあると思うんですけど、うん、やっぱ三頭筋は自分の中でやっぱり一番あれですか、こう感覚は。三頭は張りやすいですよね、はい、僕も腕は張りやすいんで、まあね、結構みんな選手いろいろそういう部位って、まあ、ありますよね。ありますよね、うん、なんかもう本当に指先のようにこう、うん、感覚が研ぎ澄まされてて、はい、トレーニングやるともう本当にこうなんか気持ちいいぐらいこう、うん、コントロールできる、うん、やっぱりうまくパンプできるところって発達しやすいですよね、うん、そうですね。逆に僕なんかカーフとかやっぱ下手なんですよ嫌いだし下手だし、やっぱパンプなかなか
しにくいというか、まあ、リアとかもそうなんですけど、まあ、カーフに関してはね、いつも言ってますもんね、その辺の、ね、その辺のおば様たちより背が細いです、ね、そうですねほぼ女子高生だと思います、はい、まあ、須山選手は結構ブログでね、ブログやられてますけど、今インスタもそうですけど、グルメなネタが多いんですけど、はい、まあオフシーズンは結構あれですか、もう何でも食べる感じですか。そうですね、まあでも平日は基本のビルダー食ですけどね。あ、そうですか。ほとんど週末しか外食はしないんで、うん、皆さんが思ってるよりは食べてないかもしれないですね、平日は、うん、じゃあまあ週1回は、うん、そうですね、土日ぐらいですかね、はい、原料入るともちろんあれです。原料入るともう全部なくなりますね。時々食べたりもしないですか、原料入ると。フレンチだったりイタリアンだったり時々も食べないですね。あ、そうです。全く食べないですね。中華料理は、中華ももう食べないですもちろんなんか行きつけの中華料理はあれはあれですね、そのあれが山田さん、山田慎吾郎さんのお店で、はい、はい、よく行ってます今も。あれ都内ですか。都内ですね、調布市ですね、はい、僕の、地元ですね、うん、調布にある、お店です紹介してもらったの。調布にある、大雄という中華料理屋で、はい、大きいに英雄の雄ですね。そうですね、はい、オスっていう字ですね、はい、元ミスター東京で日本選手権も10位ぐらいになってる山田慎吾郎さんの店ですね、まあ、結構ボディービルダーがいまだにちょこちょこ集まるんですよ ね、へ、でお店で脱がしてポージングチェックとかやったりするんですよなるほど、ね、ぜひね、興味ある方行ってください。ダイユーさんたまにいますたまに全国にはいますまあ、ダイエットはこうさっき、ね、トレーニングの日本選手権のこのいろんな道の中でいろいろ試行錯誤したっていう話でしたけど、うーん、まあどうですか、いろいろやって行き着いたところというか、まあ基本に戻りますよね結局、うん、いろいろ本当炭水化物抜きもやりましたし、はいはい、まあ、かなりローカロリーのダイエットもやりましたし、はいはい、まあ今はやっぱり基本的にな、ね、ところに戻りますね。まあ多分木澤さんと似てると思うんですけど、うん、まあ大体トップ選手の原料食は似てくるし、まあ、いろんなことは似てきますよね、うん、結局ね、みんないろんなことやってマニアックなことも経験して最終的に基本に戻るという感じですかね、うん、やっぱりこれしかないかなって思うんですけど、まあ自分たちの限界の中でやってると見えてくるものってやっぱり、まあ、そんなにブレないのかな、うん、はいはい、 そうですね、それぞれっていうのがあるんで、まあ結局やっぱなんか JBF のトップ選手って同じようなこと言うよねみたいなことをたまに言われますけど、まあ、結局それが真髄なんだと思います。そうですね、はい、まあそれしかやってないわけじゃないですからね。そうですね、いろいろやって、もちろんあのゼロカーボっていうのもねやってみたくなりましたもんね、うんうん、でやりますもんね、うん、で経験して、うん、まあ、これダメだなっていうのが分かれば、うん、あの皆さんにもねこうやって情報としてね、まあ、参考になると思うんですけどね、うん、まあだからじゃダイエットはじゃあ今はもう基本な。そうですね、まあ、うん、必要なタンパク質確保して最低限の脂質入れて、はい、あと炭水化物でコントロールしてっていうところですよね、はい、有酸素はどうですか。有酸素は昔はかなりやってたんですけど最近はあまりやらないですね、うん、まあといっても意識してやらない程度で歩くのが好きなんで、うん、まあ仕事帰りによく歩いたりっていうぐらいの、はい、うん、まあジムでわざわざバイクだったりカーディオマシンに乗って有酸素を追い込むっていうのはやらなくなりましたね、うん、まあ、今は減量幅がそんなにないんで、うん、まあ、落ちすぎに逆にちょっと注意してる感じなんで。ああ、なるほどね。昔はもうかなりやってましたね、うん、有酸素。有酸素でなんかこうちょっと要は変化をつけて思いっきりやってみる年も。そうですね、僕もやりましたねそれはね、うん、やっぱり脂肪を燃やすのに有酸素は必要不可欠だっていう考えがやっぱり固定観念がかなりあったんで、まあ、かなりやりすぎてたっていうぐらいやってましたよね。まあこれは僕らは当たり前ですけどやっぱり減量っていうのはトレーニングあっての減量もあって、うん、でいかにオフにやってるトレーニングをレベルを落とさないかっていうところはやっぱり筋肉を残すコツでもあるし、はい、絞るコツでもありますよね、はい、なんでそのためにはやっぱり
炭水化物が必要だし、うん、トレーニングができなくなってしまいますからね、うん、絞ればいいっていうものではないので、そうですね、僕らの場合はやっぱり究極に筋肉を残しつつ、うん、究極に絞るっていうところなんで、うん、両立がね、できないと何の、結果にもならないのでっていうところ ですよ、ね、うん、これはだからどんなジャンルの、今はね、いろんなジャンルありますけど、競技でも言える、そうですね、当たり前のことだと思いますけどね、うん、まあ、難しいところですよね、うん、逆行してるようなことを筋肉を残しながら体重を落としていくみたいな、ね、ところですからね、まあ、僕がよく言う動物的にアウトのことですよね、うん、一番やばい体、うん、すぐ死んでしまうよっていう体ですよね、非効率極まりないですね、そうですね、はい、一番ね、生活しづらい体を作るっていうね、ですね、須山選手のなんかちょっと僕が面白いなと思う食事、まあこれサプリになるんですけど、トレーニング中のドリンクが結構やっぱ僕らだと今、EAA だとかね、まあ、僕は取らないですけど、EAA とか、世間一般の方は EAA とか、まあ、ペプチドとか、よく取ると思うんですけど、須山選手なんか、プロテインをトレーニング中はいつも取ってるんですけど、あ、僕もでも、ペプチドは混ぜてます。ペプチドは逆に昔飲んでたんですけど、最近混ぜてなくて、僕がトレーニング中取ってるのは、まあ、アミノ酸、まあ、EAA、BCAA、グルタミン、プロテイン、カーボを混合したものですね。全部入れてるんですね。全部入れてます。全部入れて、トレーニングの中盤頃から終わりにかけて飲み干すようなイメージですかね。まあ、プロテインはあんまり入れると重くなるので30ぐらいしか入ってないですけど、あと半分はアミノ酸系統で。で、味がこだわってるんですよね。まあ、こだわってるというか、チョコレートですね。ね、珍しいですよね。まあ、僕はやっぱりトレーニング中に疲れてくるとトレーニングもこう気合が入らなくなるというか、でやっぱり美味しいものを入れると単純に元気になるっていうのがあるんで、まあ、味的な味覚でちょっと騙してる、そうですね、それがまあ同じ栄養素だとしてもアミノ酸だけだとあんまりこう、なんだろう、そういうの感じないじゃないですか、テイストっていうか、なんでまあ脳をちょっと元気にさせる意味でチョコレート味にして、自分、まあチョコレートで何でもいいんですけどね、自分の好きな味で、そういう意味もありますね。まあ美味しいものを食べるとちょっと疲れが飛ぶっていうのは人間あると思うんで、そういう味覚を脳にこう刺激を与えてる、なんかやっぱトレーニング中だとこうさっぱりしたね、ドリンクのイメージがあるんですけど、やっぱチョコっていうのは結構なかなか珍しいタイプだと思います。甘い感じがね、はい、トレーニング中はじゃあそれ取って、トレーニング終わってからはトレーニング、まあトレーニング終わりに、まあ、それまだ残ってるんでそれ飲み干して、それからちょっとしてから食事っていう感じですかね。あ、じゃあもうトレーニング中のドリンクを、トレーニング後もそのまま、まあ、今後、というか、まあ、中盤から終わりにかけて飲むんで、ああ、はい、そういうことですね。そうですね、トレーニング始めたスタートの辺は何なんですか。スタートはですね、BCA、はい、カーボをトレーニング前に少し突っ込んで、はい、プロテインもですね少し突っ込んで、それからトレーニング開始ですね。それがトレーニングの20分前とか、はい、その辺ですかね。で中盤ぐらいまで行って、まあ、少しキレを感じてきた頃から、まあ、チューニングして、じゃあトレーニングスタートしてしばらくあんまりこう入れない感じですね。そうですね、トレーニング前に入れたので、つないどいて、そうですね、だんだん後半に向けてエネルギー切れしたら、ワークアウトドリンク、そうですね、あと、あとクエン酸をベースで飲みながらっていう感じですね。すごいこだわりがありますね。結構もう昔からこのスタイルですね。本当ですか。もうおそらく多分10代の頃からそんな感じですね。まあ基本的にこれでうまくトレーニングできてるんで、まあ問題ないかな。減量中も同じ感じ。減量中も変わらずですね。一時期トレーニング中のカーボ量を結構減らした時あったんですけど、ダメですね、やっぱりね。調子悪いですね、うん、リカバーが追いつかなくなりますね。あ、どっちかっていうと、その時はもうやれちゃうんですけど、はいはいはい、やっぱダメージが強いですね。
そういう意味ではカーボを結構大切かなって思いますね。結構やっぱり食事はあれですよね、こう皆さんほとんどみんなこう基本的なこうなんかだんだん最終的にみんなそこに落ち着くんですけど、サプリそのワークアウトドリンクとかは結構皆さん個性的というか、あちょっとこだわりがありますよ、個人個人あるかもしれないです。木澤さんなんかはどんな感じですか。僕はトレーニング中はペプチドがメインで、結構大量に入れるんですよ。ペプチド 80g ぐらい入れるって、トレーニング後はもう今プロテイン飲まないようにしてますね、うん、それがもううんうん、で全て取っちゃうから、まあもう満たされてます、ね、で終わってからやっぱ1時間半ぐらい経ってから何か例えばおにぎり食べたりとか、うん、食事を入れる感じですね。トレーニング中カーボドリンク系はカーボは、オフは入れるんですけど、原料入ると僕は段階で落としてって最終的には切っちゃうんです、ね、うん、オフだとどのぐらいですか。オフは、300カロリーぐらいは入れる。300カロリーカーボだけで。そうですね、うん、もうちょっとやっぱ70、80とか、はい、そうですね、結構やっぱ選手それぞれトレーニング中は結構みんなこだわってますよね、うん、大体僕のカーボ70ぐらいなんで同じぐらいですかね。ああそうですね。まあ瀬山選手はボディービルを始めた時にやっぱりアスリート要は勝ちたい、うん、この世界一になる競技としてボディービルっていうのを選んだって言われてましたけど、そのアスリートである以上はやっぱりこうアスリートでなきゃダメだっていう、うん、そのまあ、こうメンタルだったりとかね、この競技に対する姿勢というのがやっぱりすごい、ただただ大会に出るっていう方たちとは違うと思うんですけど、僕もやっぱりボディビルダーというアスリートでいたいっていつも思ってるんですけど、まあ、あのブログやられてますけど、ブログのテーマが、ノージュース、ノージュース、はい、ブログが今10年、もう10年ぐらいですか、ぐらいやってますかね、はい、ちょっとこの間見返したらちょうど10年前、まあ、あまり更新してないですけど、まあ、当時はねやっぱ SNS がブログがメインだったの で、ね、僕もブログ一時期やってましたけどね、うん、やっぱりなかなかブログってこうちょっとこうおさぼりになっちゃうところもあると思うんですけど、木澤さんの方が早く始めてますよね。僕はちょっとそうですね、早かったですかね。でまあノージュースっていうの結構皆さんあんまりこう分かんないかもしれないですけど、これはどういう、ノージュースはジュースっていうのはスラングで、まあ、ステロイド、はい、ステロイドっていうかまあ薬物みたいな意味があって、僕がカナダ行ってる時にジムでやっぱりそれなりの体、もうミスター東京だったんで、それなりの体して、まあ、日本人一人でトレーニングやってて結構重いのも使ってたんで、そうするとみんなお前使ってんだろって、使ってないわけないよなみたいな感じで結構言われてて、で、まあ、使ってないやつってすごいびっくりされるんですけど、で黒人のボディービルダーがいたんですけど、はい、お前ジュースやってんのかっつって、はい、とか、お前ジュースいるかとかよく言われてて、ジュースってなんだろうとか思って、で別の友達に聞いたら、ジュースってあのまあお注射みたいな薬物のことだよみたいな、あジュースって言うんだスラングでと思って、で日本帰ってきてからそれを思い出して、あそうだっつって、じゃあ、まあ、まあドーピングが絶対反対だからブログのテーマはそれにしようと思って、うん、まあ「ノー」をつけて否定にして「ノージュース」っていう、うん、そういう意味をつけたことです。じゃあやっぱりドーピングに対する姿勢っていうのはもう徹底的に、使わない、まあ、なぜ自分の中にそういう強い意志が湧いたのかはちょっと覚えてないんですけど、うん、やっぱり僕の中で絶対に手を出してはいけないっていう領域だと思ってましたし、カナダに行った時も全てのサプリメント日本から輸送して、向こうで日本製のサプリメントしか取らなかったです1年。それぐらいやっぱ徹底して考えてましたね。一つのプロテインも買わなかったですね。もう何があるか分かんないんで、もう徹底的にクリーンでいたいっていうのが強かった。どうですか、やっぱりこう筋肉を手に入れるときに、そのドーピングをするっていう感覚、うん、っていうのはこう須山選手の中ではどういうふうに受け取りますか。もう分かんないですよね、はっきり言って、うん、その。
かんないというか、なんでしょうね、まあ、日本においてはちょっとかなり理解ができない行動かなっていうのはあるんですけど、まあ外国だとやっぱりそれを食として、まあ、ボディービルダーを食として生きてる人たちがいるんで、そういう人たちが手を出してしまうのは、まあ、究極の、まあ、世界の中で、まあ、他のスポーツでもよくあると思うんですけど、まあ、結果を残さないといけない世界で、それによって、まあ、収入が変わってくるわけで、まあ、そこに弱さが出て手を出してしまうっていうのは、まあ、わからないですけど、まあ、あり得るのかなっていうところだとは思うんですけど、まあ、日本のこのボディービルの世界だとね、そういうレベルにはないんで、まあまあそもそもルールだっていうのがありますし、まあ、僕が一番懸念してるのは、まあ、社会悪だっていうのが僕は一番こう懸念してるところなんで、やっぱり僕ら見本になるようなトップの選手がドーピングすることによって、それを下の世代が真似てしまって、まあ健康に害を及ぼすとかっていう、まあそういうものが僕は一番まずいところなのかなって思ってますね。まあ人としてということですね。はい、まあアスリートっていうのをお互いこう意識してやってるんですけど、要はボディビルって筋肉を、まああながちそうではないですが、筋肉をつける競技じゃないですか。で、ここを薬物に頼ってしまうと、もう何の競技かわけわからない。競技の意味がないですよね。ですよね。僕はそれが一番かなと思うんですよね。なんでまあアスリートとして僕らが、強くこうそういう信念でやってるから当たり前のように思っちゃうんでしょうけど、一般の人からするとやっぱりただただ筋肉が欲しいっていう感情からだとやっぱり手を出してしまうのかなっていうのがあると思うんですけど、特に最近はね、こう人口も広がって、っていうところで、そういう変化もすごい僕はちょっと心配なことなんですけど、自分で手に入れてない筋肉、自分のこうトレーニングだけで手に入れない筋肉っていうのは何の魅力があるのかなというふうに思っちゃうんですけど、それが競技に出ない人たちだったら、うん、どうなんですかね。この前そうなると個人の自由じゃないかっていうところになっちゃうんですけど、うん、なんかこの前木澤さんのチャンネル見てて、はい、そういう話があったじゃないですか、はい、そうかって思っちゃったんですね、うん、一瞬僕もね、やっぱりねコメント見ると、うん、個人の自由じゃないかって、うん、確かに競技に出るんじゃなければ整形したりするのと、まあ何ら変わりはないんだろうなっていう感覚ですね。別にだからそこに努力も必要としてないし、加点も必要としてない人たちがいて、ただ自分のルックスが良くなればいいという人たちがいて、そういうことに関して問われると、またちょっとまだそうですね、こうバシッと答えが出せない。そうですね、僕もそうなんです。ただ競技に関して言うと、まあまずルールだっていうのがありますし、悪影響を次世代に与えてしまうというのがありますし、まあ、単純にそういうところがありますけどね。だからまあ、なんすかこう筋肉をつけたいっていう男の人であったら当たり前の願望であったり、うん、本能であるものを僕らが競技としてそれをやってるので、うん、そういうなんかこう一般の方とのこうすごいギャップが出る、ギャップというかね、考え方の違いですごいそういう、まあ、論争になるというか、ね、答えに困るようなこうところが出てくるのかなと。セム選手自体こうどうですか、プロの世界に興味を持ったことはないですか。全くないですね、まあ、プロイコール僕も薬物使用の世界だっていうのがあったので、全く興味は示してないですね。そこはもう本当一緒ですね。でも僕らこうやって完全に薬物反対ですけど、そんな僕らも
薬物を使ってるで、まあ、間違いなく使ってるだろう海外の選手たちを見てトレーニングを真似たり興奮したりしてきたわけじゃないですか。そんな自分に疑問を持つ時あります。結構僕はそれが分かった時点で興味を持たなくなっちゃったんですよ、うん、彼らのトレーニングに対しても、うん、食事に関してもだし、なんかそこはなんか自分の中で一気にこう線引きをしましたね僕は、うん、あこれは違う人たちなんだっていうのが分かって、うん、だからでもなんかああなりたいっていうのはありますよね。僕使ってるっていうの分かってても見るとやっぱりすげえなと思っちゃうし見ちゃうんですよね、うん、それは今でもありますか。まあ今でもあります。まあ昔ほどはないですけど、うん、ですしやっぱりああいうふうになんだろうもうちょっと肥大の仕方がもう美しいとは思えないんで僕はまあ本当に興味なくなってきちゃいましたけど、やっぱり若い時少年時代はやっぱり薬物自分は絶対使わないと思ってたし、向こうがその選手たちが使ってるの分かってたけれども見れば興奮するしトレーニングも参考にしちゃしまうし、なんかこう言ってることと自分がやってることを、まあ、自分が実際に使うわけではないですけど見てるだけでもなんかちょっとなんだろうなんかしこりが残るというかそういう感覚はありましたね。僕今世界のボディービルダーがああいう世界がありますけど消滅、なんならもう消滅してくれって思ってます。はいはい、すっきりと。おそらく僕のもう本当個人的な意見ですけどこの20世紀とかに起こったこのボディービル この薬物使用のこの世界、ああいうモンスターたちが作られたこの世界はもう将来の相当な負の遺産だなって僕は思ってます。だからどっかで人類というかこの業界が線引きして決別しなければいけないのではないかなって個人的には思ってます。それはもう世の中がいろんな世界がなんだろう環境だったり、まあ、エコだったりいろんなそういう世界が進んでる中で、まあ、ボディービルも同じくまあ、そういうなんか将来を見据えて進んでいかないと新た なんか時代にはついていけなくなるんじゃないかなというかこう価値観がいつまでたっても世の中には認められない、結局それがオリンピックにならないっていう大きな要因の一つでもあるので、そういうには思いますね。なんかやっぱ僕のチャンネル見てもらって若い子なんかはやっぱり僕悩んでたけど木澤さんに出会って JBBF に出るっていう決めましたっていう結構多いんですよ若い子。なんかやっぱり我々 JBBF のトップ選手としてこう清野選手とかこうそういう若い選手になんかこうメッセージとかあれば欲しいなと思うんですけど、うん、そうですね。まあボディビルをやるんだったら、まあ、もちろんフィジークでもそうなんですけどやっぱり自分ね唯一僕らの団体ってドーピングチェックをしてもらえる団体でありますし、やっぱり長い目で見て自分の人生考えて競技を楽しんでいくことを考えたらやっぱりまあそういうことをきちんとやってる団体で、競技経験を積んでいっていただきたいなと思いますね。やっぱり他の団体って華やかだったりまあ人気の選手がたくさんいたり、まあ、ついつい、ね、そういうところに出たくなるような気持ちも分かるんですけど、まあ、長いことやっててやっぱりなんだろう魅力を感じる選手が多いのはやっぱ JBBF の、うん、JBBF かなって思いますね。本当にアスリートっていう、うん、集団ですよね、集まりですよね。やっぱりなんかね渋いっすよね、マジの男たちの集まりって感じがするんで、やっぱその中で戦いたいんですよ。やっぱりそれが一番興奮しますよね大会で。まあね、それなりにやっぱりねだからこそ厳しい世界、うん、一番やっぱり厳しい世界ではありますよね、うん、日本選手権なんか見てるとね、うん、まあでも今本当に印象的だったのはやっぱり
ぱりドーピングチェックをしてもらえるっていう発言、うん、これすごいやっぱ皆さんにとっちゃ僕らなんかされてるんじゃなくてしてもらえるっていう感覚じゃないですか、うん、そうですね、うん、まあ、そこがまさにやっぱりこうナチュラルでやってきた人間の誇りというか、ね、ね、お金払かけてね、わざわざやってくれるっていう、そうですね、それで潔白を証明してくれるっていう感覚ですよね、僕らから言うとね、うん、いかに僕らがこうナチュラルにこだわってやってるかっていうのが今すごい、今の言葉にすごいあったのかなというふうに思いますね、うん、松山選手は、ブログ、それからインスタで SNS を発信されてますけど、何年ぐらい前ですか、1年のちょっと2年ぐらい前、前に、出した投稿がちょっとすごい印象的で一気にフォロワーが伸びた投稿があったんですけど、その話をちょっと聞きたいなと思いますけど、あの時は、まあ、僕も長い間競技してて、まあ、いろんな時代があって本当にプレッシャーに押しつぶされたり、はい、まあ、期待をかけられたりって、まあ、順位もいろいろ変動しましたし、まあ、だから長い間競技やってるといろんなことがあるんで、まあ、あまり自分にプレッシャーをかけすぎてもう潰れてしまわないようにっていうことと、まあ、そんな時は弱音入ってもいいし、まあ、全てが経験になっていくしっていう、まあ、自分の競技を長い目で見てやってほしいなっていうのが一つのメッセージと、やっぱり、まあ、SNS でかなり情報が簡単に得られるようになって、まあ、情報が入れば入るほど自分の意思もブレやすくなってくるっていうのもあると思いますし、だからあんまりそういうことも気にする必要ないし、まあ、気にしすぎず、やっぱり本当に真の体作り求めていくとやっぱり一つ 道筋が、ね、出てくると思うんで、そのぐらいになるとやっぱり周りの声もあんまり気になってこないのかなって思うんで、まあ、そういう趣旨のことを一回発信したことがあったんですよね。本当に、トレーニング人口が増えて、競技人口が増えて、情報が増えて、発信する人も増えて、まあ、いい時代になったような感じではありつつも、うん、なんか道がいっぱいできすぎちゃって、そうですね、どの道を進んだらいいか分かんないっていう時代なのかなと思うんですけど、まあ、まあ、でもね、これ僕らが言うと真似できないって言われるんですけど、やっぱり僕らが進んできた道ってなんか今最終的にいろんな道を歩んできて、なんか JB のトップ選手がいる道って同じ道だと思うんですよ、うん、いろんな道から、うん、ね、また最終的に結局ここにたどり着いたよっていう道だと思うので、これはやっぱりトレーニング この体作りの基本が本当に詰まってるのかなっていうふうに思うんですよ ね、 うん、でまあ今やっぱりね、実際 JB のトップ選手で情報を出す人ってあんまりいないじゃないですか、うん、ね、そうですね、YouTube も僕がやっぱりこうちょっと今、ね、コロナの、ね、時間にができてきっかけができてたまたま始めましたけど、コロナなかったらこれやってないですし、うんうん、なんでやっぱりこうやってもっとなんか JB の選手もどんどん情報を発信させていきたいなっていうふうに思いますよね、うんうん、まあ、本物の情報と自信持って言えると思うんですよ ね、 うん、まあそんな中で瀬山選手がなんか本を出すという話をちょっとこう聞いてましてですね、はい、ちょっとその辺は、今制作中なんですけど、はい、春ごろに完成、出版される予定で、はい、まあ、ボディービルの、まあ、入門編っていうんですかね、はい、まだ、まあ、初心者というか、これから大会で勝ちたい人に向けて、いろいろそういや、まあ、役立つ情報を載せた本が出版されます。それの監修をさせていただいてます、はい、まあ、これはですか、もうボディビルに限らずフィジークであろうと、まあ、ボディ系の競技であれば皆さん参考になる、はい、まあ、役立つ情報はたくさん入っていると思います。男性も女性も問わず、そうですね、はい、
すごいですね、このトップ選手が現役中にそういう本を出すってなかなかないと思います。なかなかないですね、はい。これはやっぱりどうですか、思いとしてはやっぱり本物を残したいっていうのもあるだろうし、やっぱりそうですね、なんかこうなんか受けのいい近道を載せるようなやっぱり本は出したくないんで、まあ本当に真実、僕らがやってきた、本当にやってきたことが詰まってる内容にしたいですよね。なるほど。これは僕の YouTube も一緒ですね、うん、あえて僕はだから YouTuber、 他の YouTube のチャンネル絶対見ないんですよ、うん、人ですよ。なぜかというと自分のやり方でやりたいし、これがいくら地味なチャンネルだと言われても別に僕はどうでもよくて、それは本当にこうやって本物のこうものを残していきたいっていう一心なので、まあ、そこはね、末山選手は今回本で、そうですね、やっぱりなんか本物って結構意外と地味だったりしますよね。地味でつまらないですよね。そう、だからこそみんな続けられないし、きついからみんな続けられないし、でもそれが結構やっぱり本当だし地味なことが多いっていう、そういうことを詰めたいですね。なるほどね、はい、じゃあ、まあ本は、今年の春頃ということで、そうですね、はい、ぜひ皆さん、まあ、タイトル決まれば、はい、正式な、インスタとかで、そうですね、もちろん発表もあると思います、ね、発表します、はい、まあ今日一日いろいろたくさん本当に津山翔太郎の、掘り下げて話してもらいましたけど、まあ、人生の今後の設計目標とか、まあ、ボディビル競技以外の競技含めてもちょっとこうお話聞きたいなと思います。最後、そうですね、まずやっぱり今年の大会をしっかり、今年の大会に向けてしっかりトレーニングしていきたいっていうのがありますね。まあ、それからやっぱり木澤さんとか、まあ、田代さんとか郷田さんとか、やっぱり僕よりも7個、8個、10個、20個上っていう先輩たちが頑張ってくれてますんで、やっぱり僕もそれに続いて、まあ、いつまでもしぶとく下からこじ開けられないような選手になっていかなきゃいけないなっていう思いは感じてますね、はい、人生のこう最終的なこう目標とかってありますか。人生の最終的な目標っていうとなかなか難しいですけど、まあ、またボディービルに関して言えば、そのこれから続けていく中でまた役割も出てくるでしょうし、まあプライベートで言ったらまずちょっと結婚したいなそうですね思ってますけど結婚して、はい、幸せの家庭を築いて、そうですね、はい、仕事はどうですか。仕事はまあトレーナー業をやらせてもらってますけど、やっぱりより多くの人に、まあ、僕らが経験してきた僕らが思う本物のトレーニングっていうのを、ボディビルってまあ実は意外と一番一般のお客さんに通ずるトレーニング内容かなって思うんで、特殊なねスポーツ競技だったらまあそれなりのことを教える本も学ばないといけないと思うんで、そういう意味ではボディービルは一番多くの一般の人に通ずることが多いんで、まあより多くの人に本物のトレーニングを伝えていければなって思ってますね。わかりました。じゃあ今年はですね、お互いね、はい、また青パンで、分かんないですけど、ね、青パンかどうかまたね、一緒にこうコールされて、日本選手権盛り上げれるように頑張りましょう。頑張りましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。